金沢駅から見たホテル。金沢とホテルは、かつて、石川県金沢市この花町に立地していた、近鉄グループのトホテルズリゾーツに加盟するホテル。株式会社、近鉄とホテルズが運営していた。金沢駅前に立地していたホテルで、1963年に金沢では、初めての都市型ホテルとして開業した。仮想会と地下は主に、 テナントとして様々な店舗が入居しており、上層部をホテルとして使用。地上7階、地下3階の本館、地上8階、地下1階の新館の2館で構成されていた。運営会社は、開業時の運営会社、金沢とホテルが、ビル所有の金沢ビルとともに、東海近鉄レンタカーに合併した、金沢ビル工業株式会社により1973年以降、 運営が行われていたが、後に同系の日本海不動産との合併により、金沢とホテルに社名変更。1999年に、同社は親会社の近畿日本鉄道に吸収合併され、代わりに金沢とホテルが別途設立されたが、同社も2005年に近鉄ホテルシステムズに吸収されて、現在に至る。また、ビルは1983年に増築工事と、 既存部分の改装を行い、客室規模を拡大した。金沢ビル工業時代には、同じ石川県の和倉温泉に1973年に開業した和倉とホテルを運営していたほか、同じく1973年に開業したに午前サービスエリアのレストラン事業も行っていた。雨午前サービスエリアの事業は近畿日本鉄道が引き継ぎ営業、2015年に 近畿日本鉄道が持ち株会社に移行してからは近鉄リテイリングに移管された。2013年に開業50周年を迎えたのを記念して、金沢工業大学の生徒の一人がデザインした記念度保マークが制定された。2016年11月、老朽化から2017年3月末に一旦閉鎖し、2020年をめどにオフィスとホテルの複合ビルとして、 再開発を行うことが明らかになった。その後、予定通り2017年3月末で閉館し、同年11月より解体、2018年11月で建物の解体は完了した。一方、土地を所有する近鉄不動産は、跡地の開発時期や、それまでの暫定用途について未定としている。当ホテルの地下2階にはかつて映画館が存在しており、 当初は、ロキシー劇場として開業。1993年に、金沢流東方劇場となり、東方系列の方が、洋画ロード召喚となる。もののけびめ上映時に、監督の宮崎駿が、舞台挨拶したことがあったほか、1998年には、エイリアン4なども上映されていたが、市内に登場した、シネマコンプレックスの影響で徐々に、 客足が低下し2001年2月28日をもって閉館。後地はセミナーホールに改装され、隠し模様子を行うイベントホールとして機能し続けている。座席数は272席。金沢駅東口地下広場の北東部から東ホテル地下2階に接続する通路にある地下街を金沢駅前広場地下街と呼ぶ。 実際の駅東地下広場からの入り口には、都ホテル地下街と明示されており、当ホテル地下2階部分との明確な判別は難しいが、当ホテルの地下2階へは階段を降りて通行する形になっており、実際の位置は、当ホテル地下2階と地下1階の中間の深度に位置している。面積的には973.3平方メートルになるが、 ここにはもてなしドームの運営本部が置かれており、居酒屋や喫茶店が入居している。地上からの位置では、当ホテル前の行動の直下になるため、この部分が法令上の地下街として扱われているものと思われる。ありがとうございます。